はい、皆さんどうもテントモです。ガンダムウォーズの実況となります。今回はイベントミッション敗者たちの栄光の超絶級、こちらの方をやっていこうと思います。昨日絶級攻略の動画を出したので、まあその続編という形ですね。うん、なのでまあこの辺のね紹介は割愛、まあ、ちらっと見るだけでといった感じでいこうと思います。ではいきます。はい、で昨日のね絶級攻略編成がこちらなんですが、ここから1機体だけ変えるだけです。はい、それがどれかというと、はい、さよならトールギス3 まあねここですね、トールギスさんを外してある機体を入れるだけです。それがまあこちら、はい、ダブルオクアンタ、ビヨンドクアンタですね。はい、こいつを入れるだけで超絶級攻略星3クリアできてしまいます。まあこいつ圧倒的ですよね、いまだに。まあ他の機体の解説はある程度絶級攻略の方でしましたので、今日はこいつだけにしましょうか。まあこいつ、このビヨンドクアンタが入る理由としましては、まあこの必殺技につきますね。この必殺が超高火力を叩き出します。威力1万超えて、まあ、前方優先なんですけども、ランダム攻撃がやっぱり強い。必殺技のランダム攻撃シリーズはね、どれも強いですね。で、まあ、ダメージ軽減無効もありますし、実弾防御、デバフもね、あります。まあ、発生確率 75% ですが、で、フィニッシュブロー、多段攻撃ですね。まあ、これですね。この必殺技が、まあ、とにかく刺さります。あらゆる相手に。で、まあ、ナイチンゲールのクリティカル確定付与と合わせて、超高火力の使用となります。まあ、対パリに使えるスキルは持ち合わせていないんですけど、まあ、これがね、ちょっと壊れスキルなんですが、EN ダメージ付与ね、減少率 100%×3 回と。なんですが、まあ、対イベントにはそんなに、凄みを感じないですね。で、まあ、こんな感じで、まあ、特に、そう、対パリーのスキルはありません。まあ、そこはね、周りのみんなが高めてくれるという感じでございます。で、パイロットはビヨンドセツナといった感じで、まあ、この上昇率 70% のバフが、まあ、破壊力をさらに引き上げてくれるといった感じです。まあ、そんなところですね。まあ、ゼロカスが軌道回避を高めてくれて、で、ナイチンが、まあ、命中と、あとは、まあ、クリティカル付与、そして EN ゲージ回復。で、イージスガンダムが、まあ、軌道命中。で、テンキラが EN ゲージ回復と HP 回復。ビグラングもまた EN ゲージ回復と HP 回復といった感じですね。ガランシエラ命中上昇でございます。なので、まあ、攻撃役は、ゼロカスとビヨンドクアンタ。この2体ですね。この2体が、ダメージを叩き出してくれる、そんな感じです。では、早速やっていきましょう。それでは、見ていきます。まあ、一応、等速でやっていきましょう。まあ、基本は倍速でやっております。まあ、多分大丈夫。1分、約1分前後かな。なんかスタンが入ってる。まあ、多分落ちることは、誰も落ちることはないですね、こっちは。あとはいかに早くクリアできるか。まあ、ゼロカスの必殺は通常必殺でございます。イエルタンク入れたいんだよね、通常必殺に。まあでもエース必殺の方マックスにしてるからなーっていうのがありまして。で、ビヨンドクアンタどうかな、刺さってるかな。まあある程度ランダム攻撃っていう部分があるんで、まあ外れることもあるといえばある。基本的には圧倒的な高火力ですね。このビヨンドクアンタ、そしてゼロカスが。なんかゼロカススタン多いな。誰だスタンしてるの。はい。まあ、なかなか長いですね。まだ1機体も倒せてない。いけるかな。まあ、削れてはいる。
先にトールギゼーフが落ちそうですね、うん、でそこから畳みかけていけたら、おーおー、意外とプロトゼロも落ちそうですね。はい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 、いいですよ。乗ってきました、乗ってきました。はい、落としましょう。ほいと、落ちたかな。うん、落ちてますね、トールギス。で次落ちるのがプロトゼロかな、意外と。うん、まあ前方集中なのでね、ビヨンドクアンタが。はい、落ちました。ではサンドロック次やっていきましょう。はい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 、うん、いけた、よし。あとは9ゼロカスとヘビーアームズ。あ、落ちたかな、ゼロカス落ちた。うん、じゃああとあ、まだいたな。わかりづらかった、飛んでいたのか。はい、まあこれがまあ僕の一番安定した、うん、むしろこれじゃないと星さんクリアまだ確認していないんですよね、この編成のみです。はい、どうかな、結構ギリギリになるかもしれない。ああ、でも削れる時は一気に今削れましたね。このね、ウィングゼロ9機体のはずなのに最後まで残りましたか。はい、フィニッシュ。1分11秒、残り1分11秒。はい、そんなわけでクリアタイム49秒でしたね。1分はいかなかった、約50秒で、どんな結果かと言いますとこんな感じ。はい、うん、ゼロカスの倍ですね、ビヨンドクアンタ。やっぱりこのビヨンドクアンタ、あの時のガシャでゲットできて本当にね助けられております。超越もね、超越もできておりますし、うん、まあなかなかね、もう二度と手に入らない機体なので、攻略の参考になるかはわかんないんですけども、まあビヨンドクアンタ以外のメンツを基本に据えて、あと一人なんか、うん、火力を叩き出せる高火力なね機体を入れたら、まあ星さんクリアに近づくのではないかなと思います。それではついでにチャレンジハードの方もやっていこうかなと思います。まあチャレンジハードの方は超絶級よりは難易度が下がりますね。まあ絶級と同じぐらいかな。今回のチャレンジハードは割と、うん、削りにくい気はします。ではね、同じ編成でやっていきたいなと思います。はい、それではね見ていきましょう。まあ超絶級よりは早くクリアできますね、おそらく。うん、相手が一人少ないんですよね。旧ウィングゼロね、旧ゼロカスがいない感じでですね。あとは同じかな、ほとんど。まあでもこっちの方が、うん、やっぱりターゲットさえね、撃破すれば終わりなので、比較的ね、楽にクリアいけます。まあ、あとはどれぐらいの速さでなんですけど、まあ、ビヨンドクアンタの必殺、ランダム攻撃なのでね、うん、プロトゼロに必ずしも行くわけではない。ばらけてしまうこともあるので、どうなるかと。毎回クリアタイムはちょっと違うかもしれません。まあ、周りをまずは削って、ああ、他のサンドロックがね、結構削れましたね。サンドロックが先に落ちますかな。ほいほいほい。あと半分。ああ、サンドロック落ちましたね。で、トールギスも先に落ちて、で、残り集中的にプロトゼロをやっていくといった感じですね。あとはもう一気に削れそうです。とどめかな。ほい、チュドンと。ああ、入らなかった。あ、入りましたね。時間差。はい、そんな感じで、何秒だ？ああ、わかんなかった。うん、30秒、ちょっと、とかかな。はい。まあ、ワンパン、クリアできます。まあ、今回はそんなにね、ゼロカストのダメージの差がありませんね。まあ、ビヨンドクアントの方が15万程度上ですか。まあ、チャレンジハードの方は、前期撃破しなくても、プロトゼロだけ落とせばいいというものなので、
まあ、基本的には前衛攻撃メインの機体を据えるのがベストかなと思います。僕の編成を参考にしてもらうなら、まあ高火力機体を2機体据えて残りは全部支援に徹する、そんな感じですね。うん、火力を出せる機体を2機体に絞るので、まあ内鎮はかなり必須級ですし、で対パリにイージスもまた必須級かな、うん、で生存力を高める意味で天気らも重要ですね。まあ内鎮と同じく EN ゲージもね回復してくれますし、まあビッグラングも天気らと全く同じ役割ですね。うん、まあこれが僕の中の今回の対イベントベスト編成でございます。はい、では今回の動画は以上となります。いかがだったでしょうか。よければいいね&チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ジークジオン。